118キロ、大変な紳士です。しかし一旦リングに上がりますと凄まじい闘志を見せます。ビル・ロビンソンです。6月の12日一宮産業体育館で東亜蒲田を破りまして念願のチャンピオンになりました、ビル・ロビンソン。まさにあの試合は片腕一本でベルトを我が物にしました。ビル・ロビンソン登場でございます。今夜の相手、まだジャンボ鶴田の入場はありません。ビル・ロビンソンのテーマはブルーアイドソール、これに応えるかのようにチャイニーズカンフーが鳴り渡ります。ジャンボ鶴田のテーマソングでございます。ユナイテッドナショナル選手権者、インタータッグ選手権者2冠王、197センチ115キロジャンボ鶴田の入場です。非常にかっこいい短めのガウンを身にまといました。鶴田登場であります。先出しまして、この放送のスポンサー大塚グループ、横浜ゴム、三菱自動車、日華ウイスキー、遺跡納期、木桜市場より花束の贈呈でございます。大変綺麗な花束が英国紳士ニューチャンピオンのビル・ロビンソンに贈られました。ニコッと笑みを返しています。チャンピオンのビル・ロビンソンです。こちらがジャンボ鶴田です。因縁の一騎打ちを迎えている両選手の紹介。チャンピオンが紹介されました。第3代の PWF ヘビー級選手権者、ビル・ロビンソン。風格が出てまいりました。ユナイテッドナショナル選手権者、ジャンボ鶴田での反発精神を持つビル・ロビンソンに私も本当に感激いたしましたが、あの試合を見て、思い起こしたんですけれども、昨年12月世界オープンタッグ選手権が行われました。あの時のテリー・ファンクももう本当にギリギリの死の世界を、あるいは踏み回ったんではないかと思われるほどのギリギリのところで踏ん張りましたよ ね、 そうなんですね。あのフリーファンクの精神力と同じものを感じました、はい、ですね、山田さん。やはりね、その男の勝負というものはね、もうギリギリの限界、それをどこまでね耐えられるかということがね、その技とか何とかを超越したね、勝利に結びつける一つの大きなファクターだというふうに感じますね、はい。まあ、いかにもスーパーマンというような感じがいたします。ビル・ロビンソン、それから世界オープンタッグ選手権の優勝チームのザ・ファンクスの弟テリー・ファンク、そういった感じを私は抱きました。このジャンボ・鶴田が大きく大きく成長して、まあ、目の前に NWA 王座がぶら下がっているというところまで言われておりますけれども、ああいうふうにもうギリギリのところまで追い上げられてですね、山田さん、負傷した段階でジャンボ・鶴田が果たして持ちこたえるだけの力を持っているかどうか。そうですね、これはね、やはりその場面にね、その実際に直面してみなきゃわからないことですけれども、やはりどう言ったらいいんでしょうか。やはりね、この培ってきた長い間のね、そのキャリアというものが、ああいうものをね、そのにじみ出させるといいましょうか、だと思うと、ジャンボには、まあ、もうちょっとキャリアが欲しいんじゃないかという見方もできますね、はい。まあ、試合後コングラチュレーション、ビリー・ロビンソンのところに歩み寄りまして握手を求めておりました。このジャンボ鶴田でありますけれども、本当にあのテリーの試合、それからこのビル・ロビンソンのタイトルマッチ、いずれもあの感動精神は本当に俺も見習わなくてはならない、こういうふうに言ってましたね。そうでしょうね、まあ、ただジャンボもその試練の中盤勝負というようなことで強い人ともありましたし、はい、もう本当にいい一日と精神的にも充実して、まあ、最近ですね、めったに褒めなかったジャイアント馬場がですね、はい、ジャンボのことを非常に頼りにするようになって、もうかなり任せておいても大丈夫だというような発言が多くなりましたね。ということは、やはりジャイアント馬場の目から見てもジャンボの成長ぶりというものがかなり著しいということじゃないでしょうか。なるほど。さあ、そのジャンボ鶴田、長い時間ヘッドシザーズの攻撃が続いています。今日は本当に4つに組んだ、実力十分に持っておりました両選手の対決になりました。まあ、この試合こそストロングスタイルのプロレスリングの絵巻と申し上げても過言ではないんじゃないですか。そうですね、まあ、特にね、今日のジャンボは相手が PWF の新チャンピオンということで、ね、ちょっと硬くなっているようなところが見られますけどね、はい、今一つリラックスして攻めてほしいですね。なるほどね。もう今日はどっち転んでもノンタイトルですから、はい、もう思う存分
本自分の技を出してもらいたい。なるほどね。さあ、エビ固めに固めようとしておりますビル・ロビンソンであります。この2人はこのシリーズインターナショナルタッグ選手権をかけまして戦いました。ビル・ロビンソンのパートナーはマリオ・ミラノでしたけれども、結局2対1でジャンボ鶴田、ジャイアント馬場組が防衛に成功しております。しかし山田さん、あの試合も思い起こしていただきますと、ロビンソンが1本目非常に長い勝負になりましたが、芸術的なクラッチホールドを磨いましたね。見事にジャンボ鶴田に決めて不覚のピンフォールを奪われたんですけれども、あの技なんかはこれから習うべきところあるんじゃないでしょうか。そうなんですね。あの技そのものよりも仕掛けるタイミング、相手の意表をつく作戦、これはもう実に見事でしたね。本当ですね、これはもうジャンボとしてはね、本当に不覚の一番でした ね。ですから逆にああいった不覚を取った時に相手のやり方というものをしっかりと身につけるべきでしょうね。なるほどね。ああいうものはどんどん盗んでいいと思うんですよ、はい、もう本当に一瞬にして決まりましたね。そうなんです、まあ、まさに芸術的なピンフォール勝ち、クラッチホールドだったわけです。まあ、クラッチホールドというね、はい、技はこれはまあこう決まってしまうとそう簡単に抜けられないという、ということですからね、はい、まああいうふうにその不意打ちを食らった場合にもうそこでおしまいですよね、まさかあの体勢でエビ固めに来るとは本当に思ってもいなかったと、ジャンボ鶴田試合後言ってましたがね。そうでしょうね、さあ一進一退の攻防が続いています。フロントからのヘッドシザース、どうやって抜けますか。ビル・ロビンソンです。ニューチャンピオン、第3代目の PWF ヘビー級チャンピオンビル・ロビンソン、相手はジャンボ鶴田です。抜けましたね。抜けましたね。今ちょっとね、ヘッドブリッジに出るような形で、はい、スルッと抜いてしまいましたね。まあ、今日も大変蒸し暑いこの草加の夜行スケートプール場です。この辺りのこの襟固めの体勢ですよね、今のはうまく抜けました。両選手スタンディングポジションを取ります。かなり蒸し暑くなっておりまして、両選手の流す汗の量もかなり多くなっておりますが、この2人は真夏の大会小倉で65分の死闘を演じましたからね。そのくらいのコンディションは何のそのですね。あの時の暑さに比べればね、はい、まだまだですね。まだまだですね、はい、さあ足を取っての首固めスルッとかわします。ニューチャンピオンビル・ロビンソンです。この表情がたまらないという女性ファンがいます。ビル・ロビンソンの表情です。グイグイと締め付けます。本当に腕がもう来日のたびに太くなるという感じですね、しかもね、この人 の胸も熱いですからね、はい、これヘッドロック取られて締め上げられたらたまらんですね。本当ですね、苦しいですよ。さあ足をフックしてどういう体勢に持っていくか。ジャンボ鶴田、バイオレットカラーのトランクス、ニューチャンピオンビル・ロビンソンであります。山田さん、先ほど松永アナウンサーもリポートしておりましたが、このビル・ロビンソンは日本のこの試合が終わりますとヨーロッパ遠征ですね。そうなんです。まあ、古巣に戻るわけですけれども、はい、ここでまあ3ヶ月間ぐらいはヨーロッパをサーキットするというような話も伝わっております。ミュンヘン、ベルリン、フランクフルト、ハンブルグ、こういったところを回るというふうに伝えられておりますが、その後3ヶ月後にはニューヨークマイソンスケアガーデン、ここに登場が決定しているようですね。そうですね、そのままフルスでやります。やはりミネアポリス地区にも回るというふうにスケジュールが組まれておりますが、PWS のタイトルを取ったということで、アメリカのテリトリーでも相当プロモーターから声がかかるんじゃないでしょうか。当然そうなんですね、まあアメリカのトップコンテンダーといいましょうか、はい、相当その NWA の王座を目指しているようないわゆる実力グループ、はい、選手たちが次々とチャレンジの名乗りを上げるということは十分に予測されますね。そうですね、まあ、ハワイの PWF 本部のロード・ブレアス会長がね、どういうふうにこれをさばいていくか、非常に現地はね、目まぐるしい展開を見せるんじゃないかと思いますね。山田さん、あくまでも未来の展望なんですけれども、かつて馬場が持っていた時にアブドラド・ブッチャーが6回チャレンジして取れませんでした。そうしますとアメリカにもし戻った場合には、このビル・ロビンソン対アブドラド・ブッチャーの PWF 選手権も夢ではありませんね。当然ブッチャーは狙うでしょうね。狙ってくるでしょうね、はい、それと同時にあれですよ、ドリー・ファンク・ジュニアあたりだってね、これは絶対欲しいタイトルですよね。かつて馬場の持っていた時に2回チャレンジしてこれも取れませんでした、はい、それから現在世界チャンピオンのハディ・レースも3回チャレンジして取れなかった。今まあ世界最高峰を極めておりますだけに、まあ、このハディ・レースは除外したとして、あとシークもおりますよね。そうなんだね。その PWF 第3代ヘビー級チャンピオンのビル・ロビンソンでございます。皆さん、この
タイトルというのは一旦海外に出ますと、かつてユナイテッドナショナル選手権、それもそうでした。それからインターナショナルタッグ選手権も日本からアメリカを追いかけてですね、敵地で、ま、取ってきたわけですけども、相当なフロントの努力もあります、選手の努力もあります。難しいことですよね。そうなんですね、やはりこれはね、おっと回転地獄エビ固め、あっともう一回返します。おっと両者の密着プレー、ものすごい試合、エキサイティングな試合になってまいりました。グランドでの展開です。おっと張り手、あー返した鶴田、あーいった、鶴田の方が怒りの表情、やる気満々、やる気満々、全部鶴田、館内大歓声でございます。ギャッと今一瞬ジャンボ鶴田の表情が変わりましたね。そうですね、しかしね、これはね、お互いにダーティーファイトということではなくて、やはりね、試合をね、むしろね、ビビッと引き締めるような効果がありますね。鶴田が怒っています、ものすごい厳しい表情、両者の睨み合いです。いい試合ですね、さすがに。そうですね、当然頭の中ではジャンボ鶴田、次期 PWF のヘビー級の王座はもちろん狙っています。実力的にはもうチャレンジャーとしては十分、もしこの PWF の王座を獲得することになりますと、ジャイアント馬場選手に代わりましてジャンボ鶴田が三冠王ということになります。夢ではありません。実力的には十分コンテンダーとして資格があります。ジャンボ鶴田、フェアスの体勢、リングの中央だ。さあ汗がほとばしる、さあどうだ、リングの中央、ぐーっと力をつま先立ち、バスケットで鍛え上げました脚力、つま先で立ち上がる鶴田、キャンバスにぴったりと足をつくビル・ロビンソン、さあどっちが有利か、力比べになった、あっと一瞬呼吸で外しました、お平手打ち、あーいった、殴り合い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 、猛烈な殴り合い、あーっとエルボーバックは軽い、インタータッグ選手権のような形になりました。あれはフライングエルボーだったんですけども、今タイミングを外しました。ジャンボ鶴田、またしても頭から真っ逆さまビル・ロビンソン、まだ左の方パンチしてありませんからね。そうですね、やはりあのこういうね、非常に速いつばぜり合いといいましょうか、はい、こんな形になってきますと、あのジャンボのね、若さと勘というのが非常に鋭いだけに、はい、このうまいタイミングを取りますね。うまくエルボーバットをかわしました。ジャンボ鶴田、頭から真っ逆さまにリングの外に落ちましたビル・ロビンソンであります。さあこの機を何とかものにしたいところでありましょう。鶴田なかなか組ませません。背骨のちょっと下あたりですね。そうですね、まあしかしさほどひどいダメージじゃないでしょう、はい、そうですね、脇の下をもぐ、おーっとうまい、エルボーで返す、見事に当たりました。一発で倒れ込むトップロープから、すごい威力です。ジャンボ鶴田、いわゆる後ろに目があるというやつですね。そうですね、非常にね、うまいバックハンドを使いましたね。使いましたね、見事に当たりました。カウントが続きます、カウントが続きます。ビル・ロビンソン、カウント7で今入ってまいりました。腰のあたりにちょっと手をやります。 M のを狙うようなギンギンとした鋭い目つき、ジャンボ鶴田。さあ今度は腰を低くしてコブラツイストの体勢に入りますが、コブラツイストを切り返した鶴田、うまい密着プレーに行っています。まだちょっと腰が高いようです。グイグイとここで締め付けます。いわゆるツイストヒエリアン、ヒエリアンね、はい、さあ勝負の方は15分が経過してまいりました。果たして両者どちらが勝つにしましても綺麗なピンホールで勝負がつくかどうか。片やユナイテッドナショナル選手権者鶴田、ビル・ロビンソンは第3代の PWF ヘビー級選手権者、まだほやほやです。果たして長い間保持することができるかビル・ロビンソン。山田さんはこのビル・ロビンソンが取った PWF のヘビー級の王座はどうでしょう、かなり長く持つと思いますか。そうですね、少なくともね、ヨーロッパでも何回か防衛戦をやると思うんですが、これはもう問題ないと思いますね、はい、問題はアメリカへ行ってからですね、強烈なチャレンジャー軍をね、どう備えていくか。少なくともしかし私は秋ぐらいまで12分にね、防衛して持つだろうという気がしますね。そうですか、うまくいけばもう今年を越すか。まあやはり何と言ってもロビンソンにとって最大の敵というのはやはりその元チャンピオンのジャイアント馬場、やはりきつ
熱い相手だと思いますよ。そうでしょうね、はい、ものすごいエルボースマッシュの連発が始まりました。うわーっとすごい連発攻撃、エルボースマッシュの連続攻撃。さあひとひねりして対角線上に持っていく、古田若さを爆発させます。非常にいいタイミングを取りました。対角線上に持っていきました。ビル・ロビンソンちょっと苦しんでいます。ビル・ロビンソンがちょっと苦しんでいます。さあ汗を拭いました。でも古田立てというようなポーズを取りました。古田であります。気合が入ります。古田さあコーナーに倒れたままビル・ロビンソンカウント7で今リングの中に入ってまいりました。さあ続けてジャンボ鶴田としては勝負を挑みたい。人間風車の体勢、ダブルアームスープレックス、これは決まった、これは決まりました。さあ人間風車の元祖から見事に決めました。いやこれは無駄ですね。あんなロープにも足がかかっている時にね、はい、ゴール狙ってもダメです。ちょっとポジションを間違えましたね。そうですね、対角線上の後ろの線に投げたかったですね。そうです、ちょっとポジションを見破りましたけれども、しかし人間風車はきれいに決まりました。今度はサイドスープレックス。最近このサイドスープレックスも空中でひとひねりを加えます。ジャンボ鶴田さあそのまま追いかぶせるがピンホールになるかどうだ。あっと決まらないカウント2まで進みました。一瞬かわします。ビル・ロビンソンです。2つのスープレックスホールドを出しました。ジャンボ鶴田張り手打ちであります。4つのスープレックスを持っている鶴田、相手はビル・ロビンソン、人間風車の元祖。まだその元祖のスープレックスは見られません。今夜のリング上であります。今度は逆エビの体勢です。さあ逆エビ今ステップオーバーして長い足が右側につきました。そして思い切って腰をグイグイと落とします。先ほどから場外に転落して腰のあたりを打っておりますビル・ロビンソン。さあどうだ。今日の試合では本体のジェイアントボーはこの逆エビ固めで1本仕留めています。マリオ・ミラノから勝利を得ています。いやしかしそれにしてもね、腰が強いと言いましょうか、はい、ロビンソンこのね逆エビからの逃げ方がうまいですね。本当ですね。もう普通の人だったら腰を痛めてしまいますね、もう強引とも言える逃げ方。必死の体勢で、はい、またしても逆エビの体勢に持っていきました。肩をちょっと丸め込んでおりますビル・ロビンソンです。さあ気合を入れましたジャンボ鶴田。鋭い表情、あっとまた力を入れた。グイグイとお尻の位置が背骨の方にぐーっと下がってまいりましたね。もうちょっとね思って体重かけた方がいいと思いますね、はい、もうビル・ロビンソンの方は両方の手を前の方にずっと伸ばしています。さあここで一踏ん張り、もう一撃加えたいところ。ジャンボ鶴田、あっとしかし頑張るこの闘志。ロビンソンすごい闘志です。さあ跳ね返す力がまだ残っているか、ニューチャンピオンのビル・ロビンソン。本当にもう山田さん、最後の最後ギリギリまで攻撃されて跳ね返す力を持っている本当に優秀なレスラーですね。そうですね、もうおそらく普通の人ならねこれだけねやられたら膝の関節がおかしくなってしまいますね、はい、まだ平井の方は完全に癒えておりません。しかしそれにもめげずキャンバスに両手をつきまして思い切ってジャンボ鶴田を持ち上げようとしました。しかしまたしても元の体勢に戻ってしまいました。長い時間がかかります。ボストンクラブもかなり時間が経過しています。この舞台やられますと山田さん先ほどから指摘しておりますが、もう普通の選手だったらとうにギブアップですね。そうです、もう関節がね外れてしまいますね、はい、まだギブアップしません。さすがにチャンピオンです。第3代 TWF ヘビー級選手権者ビル・ロビンソン、にじり寄ってロープにあと5センチだ。さあ左の手を伸ばせばつくところに持ってまいりました。まだギブアップしません。もう攻めております鶴田の方が山田さんちょっと根負けのような表情ですね。そうですね、ちょっとねここまで我慢されてしまって、ね、はい、最後は肩逆エビの体勢になりましたが鶴田綺麗に分かれます。エプロンに両手を伸ばしましたビル・ロビンソンです。あくまでもフェアな試合を展開しておりますジャンボ鶴田の今日はスーパーパワーシリーズの最終戦ですけれども、サマーアクションシリーズが始まるまでジェニファープロレスは3週間のバカンスがありますけれども、リング上のジャンボ鶴田はずっとこの3週間は合宿でトレーニング、 1,2 回は、体を焼きに海の方に出かけたいなということを言っておりました。さあ大きくロープに飛ばす、あっとフライングエルボーバット、あっとこれは深くフライングエルボーバット一発で倒れたビル・ロビンソンです。腰を痛めながらしかし跳躍力ものの見事に顎の先端を捉えました。フライングエルボーバット、うまいですね。実にねタイミングがいいですね、はい、そしてさあ今度はエルボースマッシュだ。
エルボーを押しました。ブルドビンソンの攻撃、ものすごいフライングエルボー、肩口3連発、このまま覆いかぶさる、鶴田危ない、鶴田危ない、危うく逆転です、危うく逆転です。鶴田は必死で返しました。さあさあ今度は何を持っていくか、左の腕を持って大きくロープに飛ばした、さあダブルチャップ、ダブルチャップ、逆水平のダブルチャップでいきました。ビル・ロビンソンなかなかやります、さすがにチャンピオン。さあ今度はショルダーネックブリカードロップの体勢だが、どうだどうだ、うわっと汗で滑ったが決まった、決まりました。しかしそれほど正確的な角度ではありません。おっと鶴田カウントバンで返す、ショルダーネックブリーカードロップも見舞いました。ちょっと汗で滑ったようですね。滑ったようですね、はい、さあポジションを取り直して、今度はビル・ロビンソンのサイドスープレックス、それほど滞空時間は長くありませんが、ドシッという音がしました。キャンバスに叩きつけました、キャンバスに叩きつけました、ビル・ロビンソンです。おっとおっと、これはキム・ドクです。キム・ドクがいつの間にかやってまいりました。キム・ドク入ってましたよ、入ってまいりましたね。キム・ドクは情報によりますと東南アジアの遠征に行っていたんですけれども、いつの間にか日本に帰ってまいりました。東南アジアの遠征からアメリカノースカロライナ地区にそのまま帰るんだというような情報も流れておりましたけれども、キム・ドクがいつの間にかこのヤコースケートセンターのリング上に現れました。これは大変な相手が現れました。大ハプニングです、大ハプニングです。いつの間にか来てましたね。そうですね。さあまたしても今度はリングの中に戻ります。ジャンボ鶴田、人間風車を仕掛けられました、人間風車を仕掛けられました。鶴田そのまま覆いかぶさったが、片足がキャン、いやロープにつきました。いやそれにしましてもびっくりした相手が出てきましたね。山田さん、ファーストジャンピングニーパット、これいい角度、ジャンピングニーパット、しかし自らもちょっと苦しい表情です。さあ今度はちょっと場内が賑やかになってまいりましたが、大若又がやってまいりました。大若又がここで登場、あビル・ロビンソンに追い打ち、ビル・ロビンソンに大若又が追い打ち、先週の雪辱、先週の雪辱、タイトル12日間しか守っておられませんでした。大若又、ジャンボ鶴田が今度はビル・ロビンソンに加勢、思い切って仰いで完全ビル・ロビンソンを倒れていく、大若又を仰いで中に持っていく、ジャンボ鶴田、あっと今度は上着を脱ぎました、上着を脱ぎました。キム・ドク、キム・ドクが今度はジャンボ鶴田にめった打ち、あっと今度は完全に相手が違ってしまいました。キム・ドクとジャンボ鶴田がやり合います。キム・ドクも上半身裸、インタータグを取られた、キム・ドク怒りの来日であります、怒りの来日。キム・ドク、ジャンボ鶴田がやり合います、ジャンボ鶴田とやり合う、青い赤い鉄柱、赤い鉄柱、今度は反対側、あっとものすごい力を持ってジャンボ鶴田が放送席の方に流れ込んでまいりました。ちょっと放送席がもうちゃめちゃになりました。さあキム・ドクとの一騎打ち、キム・ドクとジャンボ鶴田の一騎打ち、やり合う、パンチが飛ぶ、パンチが飛ぶ、反対側ではビル・ロビンソンと東若又の一騎打ち、大変な一戦になりました。興奮したお客さんは缶ビールを投げ込みます。さあ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 、試合の方はどうなるのか、これはジャンボ鶴田とキム・ドクの争いになっています。ジャンボ鶴田とキム・ドクがやり合います。いつの間にかこのヤコースケートプール場に現れておりました、キム・ドクであります。興奮します、興奮しております、キム・ドク。さあ反対側のコーナーではビル・ロビンソンと東若又がまだやり合っています。もう場内大きなゴングが鳴り響きました。ヤコースケートセンターでございます。高架のリング上はめっちゃくちゃになりました。いつの間にか試合の相手ではない相手がハプニングで入ってまいりました。これが東若又です。ビル・ロビンソンに PWF のヘビー級のタイトルを取られた東若又、あーっと怒り狂います。館内の椅子を投げちぎります。すごい力だ、危ない、放送席の真後ろまで飛んでまいりました。怒ったお客さんと椅子の投げ合い、また子供の放送、危ない、めちゃくちゃです。放送席はもうめちゃくちゃ、お客さんも興奮して椅子を私どもの放送席の後ろから投げ入れますので、ちょっと危なくなってまいりました。今度はまだキム・ドクとやり合う、キム・ドクとそれからジャンボ鶴田が青い鉄柱を挟んでのやり合いであります。反対側のコーナーではビル・ロビンソンと東若又、これまでやり合っています。さあ勝負の方はまだ正式な勝負が行われておりませんので、まだテレビをご覧の皆様にはどっちが勝ったのか、ビル・ロビンソンが勝ったのか、ジャンボ鶴田が勝ったのか、ノーコンテストですね、ノーコンテストの判定です。はい、今松永アナウンサーが伝えてくれました。勝負の方はビル・ロビンソン対ジャンボ鶴田の一戦、突然ハプニング的にまず入ってきたのはキム・ドク、その後東若又が乱入いたしまして、結局試合の方はノーコンテストというような結果になっております。これは当然のもう処理ですね。そうですね、これはやはりね、ロビンソンとね、はい、ジャンボには責任ありません。そうですね、やはりあのノーコンテストという無効試合ですよね、まあ、一種のね、その募集試合と言ってもいいですよね。そうでしょうね。それにしてもね、
ですね。素晴らしい試合をね、残念ながらめちゃくちゃにしてしまう、はい、いけないです。冒頭に申しましたようにストロングスタイルの本当にプロレス絵巻だったんですよね。そうなんです。さあ今度は東亜鎌田とティム・ドクがちょっと組んだような形になりました。東亜鎌田とティム・ドクであります。さあリングの中にはビル・ロビンソンとそしてジャンボ・鶴田が仁王立ちであります。まだ控室の方に戻ろうとしません。まだキムドクがまたリングの中に入ろうとしてジャンボ鶴田に消しかけます。ジャンボ鶴田に消しかけます。鶴田の表情がまた一瞬変わりました。しかし好勝負だったんですがとんでもない相手が入ってきましたね。キムドクは山田さん、情報によりますと東南アジアの遠征からそのままノースカロライナのテリトリーに入るというような情報だったんですがね。そうですね。まあ、ここでね、挑発に乗っちゃいけません。いずれね、はっきりと決着つける時は来るんですからね。はい、こんなね、つまらぬ挑発に乗る必要ないと思います。そうですね。もうリングサイドのお客さんも呆れ返ったような表情で館内は大荒れ。もうリングサイドの椅子はめちゃくちゃに横倒しになっておりますが今やっと控室の方に戻りかけます。東亜鎌田そしてキム・ドクでございます。さあ試合を行いましたビル・ロビンソンとジャンボ・鶴田は今リングの中に再び入ってまいりまして拍手大歓声を受けます。この勝負は没収試合になりました。この試合は没収試合になりました。拍手大歓声を受けております。この際の勝負、因縁の対決残したままになりましたけれども、今回の来日は、まあ、しかし、将来ね、またやりたいのもね、はい、あるでしょうしね。そうですね。この時までね、楽しみにね、していたいですね。そうですね。鶴田としては、PWF のヘビー級の王座をかけてやりたいでしょう。そうでしょうね。そうでしょうね。はい。2人の好勝負は、ご覧いただきました通りなんですが、途中から東亜鎌田、キムドクの乱入によりまして、勝負